はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。コラドレース24。ですね、まあ、皆さんもね、前回の動画見てもらったと思うんですけども、カズマのね、まあ、ガチャ動画、まあ、ダイヤ3000個ね、あったんですけども、まあ、見事にね、66連ですかね、全く、カズマが出なかった。悲しいよ。そう簡単にたどり着けるわけないでしょう。いやー、ねえ、まあコメントでもね、あったんですけども、まあ、まあ、単発で出た方もいれば、10連で出た方もいれば、まあ30連、40連、まあ僕と同じように50連、60連、まあ、100連の方もいましたね。まわしも出なかったと。もうね、泣きわめいてましたよ。俺も正直ね、出なかったね、あの日から2日3日ね、ちょっとね、もう、ロスしてました。カズマロス。あ、もうなんかやる気出ない。あ、なんかもう、何やってもやる気出ないみたいな、もう感じで。もうね、なんかもう、はぁ、って感じ。何のために貯めたんだわ、みたいな、もう感じでしたよ。もうなんか何に勝ったし、奇跡。そうそう。でね、まあ、タイトルにも、まあ、あるんですけども、再登場ということで、まあ、これはあくまでも僕のね、予想なんですけどもね、再登場ガチャでね、カズマと、サッチーが、来ると思います。はい。これですね、僕ちょっと思ったんですけども、サッチーとカズマって、期間が短かったんですよ。ガチャできる期間が。ね、他の司とか、ユーケンとか、今のね、オロチ兄弟とかっていうのは、ある程度ね、まだ、期間が、結構長くね、あるんですけども、あの二人に関しては、もうすごい短かったんですよね。2日、3日、4日ぐらいで、すぐ終わっちゃったんでね。まあ、まあ、運営としてはね、もう早くちょっと、焦りと、あれで、まあね、こう課金をね、急がせようかなっていう、まあそういう戦略があったんじゃないかなとは思うんですけども。で、まあ今回ね、まあ公式のね、コメントのツイッターとかでも、見てたんですけども、まあ、出てない方もね、まあ、いたんで、まあ、おそらく、オロチとか、ユーケンとかね、これ揃ってるガチャで、カズマと、サッチーがね、二人同時で、出てくる、再登場、キャラクター再登場っていう感じでね、出てくんじゃないかなと、思います。多分それが、多分まあ、レッドレインがね、配信が、まあ、もう終わってしまいますので、まあ、その日に来るか、まあ、その翌週あたりですかね、に、再登場で、カズマとね、カズマのセット、んカズマとサッチか。ね。あれのセットでね、来るのか、それとも単品でもう一回再登場で、確率をちょっと上げてね、出てくるんじゃないかなと、僕は見てます。ちょっとこのね、再登場のワーストキャラ見てをちょっと思ってました。はい。これは再登場来るんじゃないかなと、僕は思ってます。はい。まあ、そのためにね、今ね、ちょっとまあ、ダイヤも、まあ、少しずつですけどもね、貯めてはいるんですけども、うん。まあ、回せて、本当10連か20連ぐらいですね。俺はお前たちを誇りに思ってる。まあ、俺にはね、いいんだよ、お前。俺にはタケルーがいるからね。タケルーがいるんだよ。俺はお前を誇りを持ってるよ、タケルー。くそ、ほんと、カズマ欲しかった。つらい。はいはい。まあ、ということでね、まあ、そういう、まあ、ちょっと今日はね、お知らせだったんですけども、まだね、希望は捨てないでほしいなと、思います。ちょっと来た時にはね、まあ、10連、最低10連ぐらいはね、ちょっとしようかなとは思ってるんで、皆さんもね、ダイヤは、貯めてるところが、いいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上になります。はい。ありがとうございました。